い、どうも、ギタです。本日もご視聴いただき、ありがとうございます。はい、そして本日は、マイチメイク最新版はい、ってことで、まあ、12月に、一応なんかその大阪のイベントの、ゲットレディウィズミー的な感じで、毎日メイクを出したんですけど、あれはま、12月の毎日メイク。で、僕最近ね、カラコンを、ま、疲れちゃうから目が。充血すごいしちゃうので、カラコンを最近しなくなったというか、まあ、一時的にやめてるんですね。なので、裸眼で最近メイクをしてるんですけど、ストーリーにアップしてると、皆さんからすごいメイク法をたくさん聞かれるので、最近の、最新の裸眼で漏れる、僕の魅惑の、超魅力マシマシなメイクを紹介していこうと思います。で、早速やっていきましょう。スタート。はい、それではスキンケア終わってる状態なので、下地からやっていこうと思います。一番初めこちら、ラロッシュポゼの UV リアプロテクショントーンアップローズを使っていくと思います。これはね、ずっとも使ってますね、かれこれ。これはなんかもう普通にこうスキンケアのクリーム的な感じの感覚なので、普通にこう全体に結構均一に塗っちゃうんですけど、あとあれ皆さんメイクしてるとさ、どっか行くんですか今からって質問いつも来ると思うんだけど、どこも行きませんよ、今日も。へえ。どこも行かないからこその、このメイクをゆっくりと皆さんに紹介できるわけですよ。次こちらですね。キャラのバタ職人乾燥防止下地を使っていきまーす。これね、間違えて買っちゃってて、今まで僕、皮脂崩れ防止下地を使ってたんだけど、なぜかね、なんでかわかんないけど、乾燥防止下地買ってて、特徴で言うと、皮脂崩れ防止下地と違って、こういう感じで、クリームっぽい感じ？ファンデーションぐらい固めなんですよ。だから、皮脂崩れ防止下地は割とこうサラサラっとしてるんだけど、これは結構ね、しっかりめなテクスチャーで。やっぱね、皮脂崩れ防止下地がいいなと思う、正直言うと。ね、油が出てきちゃう時間経つと、僕のメイクってまあ30時間崩れないって歌ってるじゃないですか。だから今までは全然崩れてなかったんだけど、この写真に変えてからすごいね、鼻の頭とかテカり始めたから、やっぱあの下地っていいんだなっていう。僕みたいに油浮きしちゃう人はあんまり合わないかなって思うんだけど、一応ね買っちゃったんで買ってます。そしてファンデーションは相変わらずこちらのキルカバーのニューマットファンデーションで、最近は紹介したティルティルのファンデーションのパフだけ使ってます。普段崩したくない時はやっぱリキッドの方がより崩れにくいので、このクッションファンデ自体も崩れにくいんだけど、やっぱね、リキッドファンデの方が崩れないかなっていうので、最近やっぱこれをずっと使ってます。あと僕単純にファンデーションなくなるまで使い切りたいタイプなんで、これがね、まだ全然残ってるから、これね、次のやつを使うのがもったいない。まあ、これが一番やっぱ今のところは似てるファンデかなと思います。全体にまずこうやってね、広げていっちゃって、後でこれで伸ばしていきます。このパフがね、本当に好きで、結構厚手なんですよ。普通のパフよりもすごい厚手で、めちゃくちゃね、均一に広げてくれるので。でも、やっぱね、あのティルティルのクッションファンデと違うところは、やっぱさ、この横にファンデが残るわけね。だからやっぱりリキッドファンデーションって結構、成分がやっぱりクッションと違うんだろうなって思った。なんかね、物によってやっぱり、同じパフでも、なんかリキッドファンデ残ったりするのもあるから。で、次、コンシーラーも変わらず、ユイラのフローレスクリーミーコンシーラーのライト1番を使っております。本当にこれ安定で。僕ね、毎日メイク出すんだけど、多分変わってるところって、本当にシャドウぐらいかな。やっぱアイメイクに合わせてさ、リップって変えるじゃん。だから、シャドウが変わるとリップも変わるんだけど、そのぐらいかな？多分変わってるのって。だからそれまではあんま変わんないんだけど、一応見てて。いつもね、コンシーラーするときのポイントがあって、僕が塗ってる場所ってさ、あれそこにニキビとか、なんか肌荒れとかあるのって思うかもしれないんだけど、全然そうじゃなくて、僕の中でコンシーラーっていうのは、明るくさせたりとか、そこの凹凸感をなくしたりとか、高くしたりとか、そういうなんか、骨格を変える意味のコンシーラーで使ってるから、顎と口角ら辺にちょんちょんってつけてるんだけど、それも、顎を出したいっていうのと、あとこの口角の下につけると、口がこうクッと上がって見えるから、下がってる印象が上に上がるんですよね。だから若く見える。で、ほうれい線のところも、僕、ほうれい線が結構出やすい顔だから、そこに白いコンシーラー塗っておくと明るく見えて、光でこう飛ばしてくれるから目立たなくなったりとか、目の下のこのコンシーラーもここに広げておくと、目の下がくすんで見えてるだけですごい老けて見えるから、そこをこうやってコンシーラーで明るくカバーしてあげると本当にね、若返って見えるから、本当にそれ大事。でもこの説明も多分さ、前回のその大阪の動画で言ったと思うから、本当にさ、変わってるとこあんまないよね。アイシャドウまでね、マジで時間ない人飛ばしてね、本当に。そして僕は次にパウダーファンデーションをしていきまーす。MAC のスタジオパーフェクトモイスチャーファンデーションを買っていきまーす。大阪の動画でもうこれと結婚したいっていうぐらい僕が好きなパウダーファンデですね。すごい厚塗りじゃないですかって言われるけど、でも厚塗り感ないじゃん。ないって思ってるんだけど、ないよね。
これを一個一個しっかりつけちゃうと厚塗りっぽくなっちゃうんだけど、僕の場合薄く広げてるので見えないんじゃないかなって勝手に思ってるんですけど、でこれをこのねシクスプラスのブラシにとって使っていきます。まず大体僕おでこってか、まあコンシーラー塗った場所から広げていく感じですかね。あんまりつけ足さずに一回ポーンって真ん中にやったやつを広範囲に広げる感じで使っていきます。こんな感じで、こっちがまあ塗ってない方で、若干まあツヤ感はあって綺麗なんだけど、若干毛穴のこの凹凸感があるというか、肌っぽいじゃん。でもこっちなんかもうさ、完璧にさ、もう陶器じゃない。なんかの企画で、なんか廃盤になったら一番困るコスメなんですかって聞かれた時があって、迷いなく、これですね。はい、これで陶器を仕上げていったんですが、上からさらにこのエクセルのエクストラリッチパウダーのピーチグロウを使っていきます。この上からちゃんとねパウダーをさらにしてあげるっていうのが大事ですね。このパウダーするかしないかで本当に崩れ方全然違うから、このパウダーはもうね粉っ粉しいぐらい、もう粉っ粉に、もう粉っ粉、本当に語彙力ないんかってぐらい本当粉っ粉。やば、めっちゃ汚れてる。シェーディングも相変わらずこちらのトゥークルフォースクールのアートクラスバイルダンシェーディングパウダー使ってます。こちらの一番暗いカラーと真ん中のカラーの真ん中を使っていきます。まずこのね目の横側、この幅が気になるんで、こっから削り頬骨につなげる。で下に下ろす。そうだ、顎下ね、顎下のこのラインをさらに強調する。結構ねバレないけど、僕割とこれしっかり塗ってるんですよ。もう本当にノーズシャドウも同じカラーを使って描いていきます。まずね鼻の毛ねをまっすぐに補正します。もう影はしっかりと濃く、女性の場合はあんまりねここまでしっかりと影つけすぎると男性っぽく見えちゃったりもするから要注意なんだけど、一本線をね描くイメージでね、あと鼻の下にここね、ここに影を描きます。ここに描くとね、この人中長さが短く見えるから、ここ絶対描くのと、あとこの影も描きます、ここに。こうやって。変なのと思うでしょ。完成したらね、馴染んでるから。あと唇の下ね。で、シェーディング終わったら、次は何にもついてない、こういう大きめなブラシ。で、さっきの多めにつけたパウダーと一緒に馴染ませていきます、シェーディングを。で鼻の場合は、この頬骨から内側ね、こう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 。これで馴染ませておくと、あんなに濃かったシェーディングが案外馴染んで見えるもんなんですよ、ほら。で、このタイミングで、このね、ジュンナさんプロデュースのシリアスモード、プランパーを塗っときます。これすごいな。このスースー具合が。はい、お次に眉毛入っていきます。眉毛はこちらのエクセルのパウダーペンシルアイブロウ EX 買っていきます。眉毛系マジで変わらん、ほんまに。一瞬さ、なんか、まあ、クリオのアイブロウだったり、いろんなアイブロウ行ったり来たりしてはいるんだけど、結局これに持ってくるから、やっぱこれが一番描きやすい、ほんとに。で、最近の眉毛は、アイメイク、まあ、裸眼だし、アイメイクが若干濃いので、合わせて若干リリシメに、この目と眉毛の距離を若干縮めて描いてます、最近は。長さも若干長くしてる。やっぱね、黒いシャドウとか使うと、結構ね、眉毛の印象が強くないと合わなかったりするから、ちょっとだけね長さを出してる。山を若干作ってる。このね微妙な、もうほんと何ミリかの差でめっちゃ印象変わるので、眉毛ってマジ大事なんですよね。でパウダーも変わらず、キャンメイクのミックスアイブロウ03番の一番黒いカラーのみを使っていきます。眉毛はもういかに凛々しく動くか。今日なんか滑舌終わってない、なんか大丈夫そう。滑舌が終わってない、大丈夫そう。そして次はですね、こちら。もう皆さん大好き。そのエクセルのキニリッチライナーのグレージュ。もう一生変わらない、これ多分本当に。で、これもどっかで言ったかもしれないんだけど、最近の眉毛のポイントは、短い毛からだんだんと長くなっていくようにランダムに描くことが大事ですね。はい、こんな感じで眉毛が完成しました。結構リリシメ。で、さっきの眉毛で使ったこのブラシのパウダー若干残ってるので、それで、この目のこのね、シェーディングしたところ、この三角形を若干埋めます。余計にここの濃さが出るからいいかなっていうのと、あと鼻先も若干こうやって残っているパウダーで少しだけね、鼻先を強調してあげます。あとはこの口の横に口角を描きます。そう、口角ね、リップのタイミングと思ってる人いるんだけど、このタイミングで僕いつも口角描いてます。そして、肝心なアイメイク。これが一番変わりました。ここを紹介していこうと思います。使うシャドウが、じゃん!こちらでーす。ナーズのエクストリームエフェクトアイシャドウパレットを使っておりまーす。これがね、結構こういう感じで、いろんなカラーが入ってるんですけど、まあ割とね、ちょっとこう、パープルとか、あとあったかい暖色系が多いんですけど、こういう黒も入ったりして、この黒も使っていきます。まず一番初めに、こちらのパープルを使っていきまーす。このパープルが、今僕髪色が若干紫っぽいじゃないですか。この色とめちゃくちゃ合うんですよ。やっぱね、すべては統一感と思ってるので、髪色とアイシャドウを、あとリップとか全部の色味を僕合わせるのが好きなんですよ。毎回毎回。この色本当にね、めっちゃ可愛いんですよ。アイホール全体にまずこれを広げていっちゃいます。これ単体でも全然可愛いと思う。で、下もがっつりと囲めます。
どんな初動でも絶対僕目囲むんで。この中眼面の長さをさ、短縮する方法とかそういう聞かれるんだけど、僕も結構この長さが気になるんですよ、自分の。だから、目の下のここの幅を下に広げてあげると、この距離がまたちっちゃくなるから、余計中眼面が短くなるんですよ。だから、この目のね、下側、涙袋を若干ね、強調するっていうのはすごいね、中眼面短縮の技としてはすごい大事なので、絶対僕は下までシャドウを結構幅広く塗っちゃいます。で、次に、こちらの結構暗いパープルボルドみたいなカラーを使っていきます。これを、二重幅に塗っていきます。余計に小紫感をね強くしつつダークスモーキーな目元に仕上げていきます。こんな感じで塗ると案外ねそんなに発色がすごい強いかってわけでもなくてなんか自然と深みが出る感じのカラーだからすごい好きで、これを二重幅から目尻側に広げてこの目尻の印象をね強調させていきます。でここを若干くの字に下も少しだけつけていきます。で、お次にこちらのね、ひときわ目立つこのブラックのラメを使っていきます。まあ、ラメというか、若干ラメが入ってるブラックだから、まあ、結果ブラックなんだけど、黒ってマジで発色超いいから、こんぐらい。ほんとちょっとだけ。これで、この目尻側から締めていきます。こんな感じで。ほんとちょっとでいいからね。このちょっとを何度も何度もこうやって塗り広げて、グラデーションを作っていくんですよ。こんな感じで。だいぶね、開けた時のこの目尻側の印象がすぐつくから、黒ってね、すごい締まるんですよ、本当に。で、お次に、この右上の白いカラーを小指に取ります。このラメのカラーを今度は目頭に。そうですね。目頭に光沢とラメ感をつけてあげると、すごいね、石灰ライン後で引くんですけど、石灰ラインすごい、ね、目立って見えるから、このね、ラメがすごい大事なんですよ。こんな感じで。かわいいね、ほんと。そして次にこちらのゴールドのカラーを取ります。これを目の真ん中にポンと置いていきます。もともと暖色使ってるから、ゴールド置いてもね、全然馴染んでくれるんです、こんな感じで。少しだけきらめきが足されるかなぐらいな感じ。はい、で、お次こちらの変わらずエクセルのスキニーリッチシャドウのロイヤルブラウンを使っていきます。で、これのね、見たらわかるんだけど、一番暗いカラーだけを使っていきます。下まつげを描くラインを引いていきます、こうやって。で、前は結構控えめだったんだけど、色が濃いので、上の黒と合わせるぐらいの感じで、結構しっかりと。それをこのね、目のもう下ギリギリぐらいまで。この辺までしっかりと囲みます。ここの余白を開けた方が僕の場合バランスがいいので、目尻側の余白を若干避けてラインを引いてます、いつも。ここまで目ですよっていう感じに、もう自分でしちゃう。で、あと涙袋をこれで描いていきます。これもあんまり描きすぎないようにしながら、目の下側を強調するぐらいの感じで、こんな感じで鍵を引いていきます。僕はもう断然涙袋はパウダー派ですね。そして大好きな大好きなこちらのエチュードのティアアイライナーですね。これを使って涙袋にさらに立体感を出していきます。これするだけでね、涙袋がもう浮き上がるんですよ。ほら。すごいんだよね。これほんとすごいね、この。これマジです、天才、ほんとに。で、次、アイライン引いていこうと思うんですが、アイラインはこちらの、メイベリンハイパーシャープライナーのブラック使っていきます。で、最近のライナーは、まあ、アイメイクが若干ね、シャドウが結構上にグッと上がってるので、前よりももっとこう、爪な目というか、目尻側の太さをもっと太くして、わかるかな？結構目尻側が太くって、割とね、だいぶしっかりラインを引いてます。で、目頭側も結構しっかりと黒で、最近は引いてます。はじめこうね、ライナーの側面を沿わせる感じで、ここに描いてあげて、で、上のこのね、段差をまず埋める。で、気持ち切開ラインよ、これで。いきます。まあ、結構長めかもしれないけど、こんな感じで。で、続きまして、僕絶対ね、黒いライナーで引いた後に、絶対グレージュでぼかすので、さっきの眉毛で使ったエクセルのスキニーリッチライナーのグレージュ。で、上から若干境界線をぼかしていきます。これすると結構ね、馴染んでくれるので、シャドウと。あんまり印象がきつくなりにくいというか、ラインが若干崩れたなと思っても、これでぼかしてあげると、結構綺麗に見えるので、それも兼ねてこれをやってます、いつも。こんな感じで結構さ、ボキって綺麗に見えるんですよね。で、目頭までぼかせたら、今度は、ここのさ、隙間が若干空いてるじゃないですか。ここをこれで埋めます。これ最近やってる技。ここをね、埋めちゃう。で、さっきのこの、シャドウで塗ったラインに繋げていきます。こんな感じで。結構きつくなるんだけど、全然目の印象がね、変わるから、最近これが好きでやってますね。で、ついでに、ほくろを描き足します。もともとあるんだけど、消えちゃうから、いる分だけ、戻す。いるほくろだけ戻してあげる。そうしてこのねラインを引いたところに下まつげちゃんを描いていくんですが、メイベリンのハイパーシャープライナー色違いのアッシュアンブラックを使っております。下まつげの形は結構ね全体的に濃く割とねタバタバな感じ。あとこのね輪郭の線を描いてからより毛を太く補強していく感じのイメージ、こんな感じですね。結構ねだいぶ目がガッて開いて見えるから
このアイメイクすごい最近好きなんだよね。まあ、濃いけど大好き。で、次に、このケイトのね、これもね、ずっと前から使ってるんだけど、トーンディメンショナルパレットのコーラルベージュ系。このね、ブラウンのラメがあるんですけど、これがすごい万能で、このね、目尻側のまつげが若干こう主張激しめだなと思ったら、このラメを若干ここに塗るんですよ。そしたら、ラメ感でね、若干こううまくなじませてくれるんですよね。なおかつ、これの、このオレンジのカラーを混ぜて、チークを塗っていきます。だいたいこの、頬骨の削る感じで、シェーディングの内側に、塗って頬骨をねさらに削っていきます。でプラス絶対僕は鼻にチークを入れます。これもね中眼面短縮はすごいいいですよ。鼻の下にこの V の字にチーク入れるんですけど、したら鼻がねツンと上がって見えるので、鼻の位置とこの頬骨の位置が合わさって中眼面が短縮して見えるからバランスが良くなる。で次リップ塗るので、さっきのプランパーを落とします。でリップはこちらですね。ビームビューティーでーす。もう大好きなマリリンがプロデュースしてるコスメで、このカラーね、本当にあの友達だから紹介したいとかじゃなくって、純粋にこのリップの色めっちゃ好きで、僕が使ってるのがモーブピンク。粘膜色っていうカラーらしいんだけど、本当にいい色なんですよ。強く塗っても強くなりすぎずに、すごいいい感じに発色してくれて、これを結構下はオーバーに塗って、上はこの山を若干オーバーにする。このテクスチャーがすごい良くて、マットリップなのに乾燥しないから、先にこちら、MAC のプレップライムフィックスプラスを振っておきます。で、ミストした後に、こちらの MAC のエクストラディメンションスキンフィニッシュダブルグリームっていうハイライトを使っていきます。ミストした後にハイライトを塗ると、より密着感が良くなるので、結構ね、高発色になるんですよ。僕、パウダーいっぱい使うから、密着がね、これで良くなるので、絶対僕ミストした後にハイライトをつけます。このね、頬骨と真ん中と、あと目頭側ね、ポイントでハイライトを塗っておきます。パウダー結構ケバケバにしちゃう人は、ミストした後にハイライトすると発色良くなりますよ。あと唇の上と、あ、こう。塗っておいて、結構ねツヤ感すごい出るじゃないですか。この上から僕が絶対やることなんですけど、こちらです。安定のマーシュフィールド ST プルーフパウダー A、 これを使ってミストしてハイライトした後に最後の仕上げでこのパウダーをします。これをするだけでマスク崩れが本当になくなる。でプラスハイライトを先に仕込んであるので、いい感じに若干残ってるんだけど、いい感じに馴染んでくれて、さっきのギラギラ感がちょっとだけ中和されるから、すごいいい感じになるんですよね。このパウダーがもうね、もう大優勝すぎるぐらい優勝してるので、一緒にサラサラにしてくれるので、ほらハイライト仕込んでてツヤ肌じゃん。ツヤ肌なんだけど、触ったらもうサラサラで、どんだけこうやってやってもつかないの手に。これがマスク時代でも30時間崩れないって言われる僕のメイク方法です。絶対崩れないから、これ本当にマジ天才だよこれ。はい、というわけでメイク完成しました。こちらがね、最近の僕の毎日メイクでございます。結構濃いんだけど、まあ全体通してみるとバランスいいんじゃないかなっていうのと、一番初め心配だった影、細かい影とか、もう、まあ全体で見たら結構馴染んでるじゃないですか。そういう僕のね、小技をたくさん使った僕の毎日メイク。もうほんと珠玉の僕の毎日メイクでしたね。はい、紹介しました。この髪型にしてから結構いろいろメイク変えてはいたんだけど、今のメイクが一番髪色に合ってる気がする。この根元の暗いところとシャドウの黒いところが合わさってたりとか、シャドウの全体的な色味、もう髪色とすごいマッチしてて、今のメイクすごいね、気に入ってます。ってな感じで、参考になっていいなと思った方は、グッドボタン、高評価、チャンネル登録、通知もぜひぜひお願いいたします。では本日も最後までご視聴いただき、ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ゆてでした。バイバーイ。